はい、皆さんこんにちは。本日は、トライバルヘッドですね、96装備のトライバルシリーズ、魔物使いとかのね、武闘家とかの結晶装備の縫い方について解説していこうと思います。こちらのトライバルヘッドね、実はものすごい商材です。まあ、簡単に作れるっていうのはもちろんなんですけど、まあ後々ねお話ししていこうかなと思いますので、はい、まずはね早速縫い方の方やっていきましょう。はい、それではやっていきます。はい、それではいきましょうか。まずは素材ですね。移ろい草原獣の骨、魔獣の角、鋭い牙、松井の糸という形になってます。これね、素材費でいうと3万5000円ぐらいですかね、原価がね。でバザーで売れるとしたら12万から14万ぐらいの間ぐらいかなで売れると思うんで、めちゃめちゃ儲かります。はい、ではやっていきましょう。まずね、しつけ掛けを、全箇所に入れてください。全箇所ね、全ての箇所にしつけ掛けを入れると最強ターンがやってきますんで、ここで精神統一入れます。で下からね、3倍縫いをこんな感じで入れていきましょう。はい、はみ出してもいいです。はい、で、これでね、戻りターンで戻ってくるんで、最大でこれ216なんですね。で、どっちも最大値で引いたんですけど、まあ、これで戻ってきたんで、まあ、OK ですねって形です。ここ残り8なんで、弱いの普通縫いか、普通の加減縫いで、8を引いていくという感じですかね。はい、16。先に加減しようか。じゃあ6引いた、これは良くないね。で最初にここ加減で一回もう一度はみ出しておきましょう。はい、15戻って残りがこうね。はい、じゃあここはね最強で縫いましょう。はい、残りが18、残りが6、いいね。これ今6と7なんで、じゃあここ精神統一もらって巻き込み縫いで、7と6ちょうど取れましたね。はい、あとは8と5なんで、7と4引けば勝ちですけれども、勝ちは拾えるのか。さあ拾いましたね。まあこんな感じですかね。まあ難しくないですよね。はい、では続いてやっていきましょう。しつけ掛けね、3、4回だね。はい、で精神統一を入れて、最強縫いの3倍を、全部の箇所に入れていくと。はい、204、204とね、18と22、横縫いしますか。17、15差ですね。で弱いはじゃあペチりましょうか。77、うん、どっちも15差か、すごい嫌だね。まあしょうがないね。まあ、ここ最強来なかったんで、まあ、3倍でいきましょう。でここまだ多分トライバル縫う人って半加減縫いは覚えてないと思うんで、6引く場合は巻き込み縫いですね。半加減縫い覚えてる人は半加減でもいいんだけどね。はい、全部15差ですね。これはどっかはみ出させないといけないんで、はみ出させておきましょう。18はみ、17はみか。一番大きい数字引いちゃったね。誤差が4。ここは糸ほぐしで4を引ければすごいいいんだけどね。糸ほぐしで4を引けるのかどうか。さあ引けましたね。で、ここはさすがに3は引けないんで、ここは糸ほぐし最初にやって、で半加減縫いが多分一番いいかな。はい、まあちょっとね、いちご差ばっかり引いちゃうと辛い部分が出てきて落としちゃうことあると思うんですけど、まあそれはそれで、結構ね原価が安くてバイクが高いっていう商材なんで、気にせずガンガン塗っていきましょう。速さが勝負ですね。このやっぱ一番速いですね、この頭っていうのはね。
もうガンガン縫えますんで、しつけを全箇所に入れて、で精神統一で3倍216、お、ぴったり出ました。会心出るとね、4本会心で必ず出ますんで、そこもお得なポイントかなと思います。さあ18、さあここもぴったりですね。さあ強い最強が来たんで、ここは3倍します。はい、残り18だけど、ここはみらせましょうで弱いターンで統一を取る。はい、でペチとペチ7と、もう一回はみ出せといて、はい、7引きましたね。そのままでよかった。10、あ、会心出ちゃった。はい、こんな感じですね。結構早く縫えますよね。ね、大量生産にすごく向いてるっていうのがこのトライバルヘッド、いいところですね。はい、では最後やっていきましょうか。しつけがけ、しつけがけ、しつけがけ、途中最強引いたりしても気にせず全部しつけがけしちゃってください。でこの最強ターンでね、3倍していきましょう。はい、いいですね。1ハミぐらいあった方がね、ちょうどいいです。さあ7と6ですね。おっとっとっと、で最強来てくれたりすると楽なんですけどね、来なくてもまあいいです。何倍で打ちましょう。で真ん中が14か。はい、じゃあここね、巻き込みレンジになってるんで巻き込みしましょう。6、5。さあ2号さんがあれできてないのか。また1号さん祭りのやつですね。じゃあ弱いよね、もう一度来るまでって感じですかね。よいしょ。はい、じゃあ次の弱いで、加減縫いができればね、4が引ければ勝ちっていうところなんですが、まあ7分の4ではね、勝てるんですけど、まあ、こんな感じで5を引いちゃうっていう時に引かなかったね。まあちょうどよくできました。とても簡単です。はい。非常にいい勝負ですね。はい、じゃあもう一回やっていきまーす。あれ最後って言ったっけ。まあ、いっか。もう一回だけやりますか。これサクサク縫えちゃうんでね、あっという間にいっちゃいますね。戻り商材の頭の練習にもね、なると思いますんで、数値はね、すごく少なめで縫いやすいけど、最新装備でも少ないやつとかも全然ありますんでね、その練習と思ってやってみるといいんじゃないかなと思います。はい。今回はなんか随分弱い数値引いたね、144。まあ、最強引くまで待っときますか。14ハミで、はみらせるとき下に書いてあるんですけど、最大で14ハミっていうのを意識しようとは書いておりますが、まあ、16ハミぐらいまでならまあまあ OK っちゃ OK ですね。それ以上はみるとね、ちょっとね、あの不都合になる場合も結構ありますんでね、14ハミっていうところを目標としてやってきているのかなと思います。お、23引いた、いいですね。精神統一しましょうか。でここ巻き込みを上に入れてあげると、ちょうど4号差が出来上がりますんで、ここで加減を入れてあげる。で統一を入れて戻ったところで残りが9。はい、9取れましたね。ご都合主義な感じがしましたけれども、はい、こんな感じでやっていくと取れるんじゃないかなと。まあそんなあんまり深く考えなくてもね、ある程度裁縫やったことある人、レベル52ぐらいあればね、52じゃちょっとあれかな、60ぐらいやった方がいいかな。まあ52とかでも全然取れるとは思いますけど、安定感出したいというのであれば60ぐらいからやってみるといいのかなと思います。まあ巻き込み縫いぐらい覚えてればね、まあいいんじゃないかなと。針は、裁縫針は奇跡の裁縫針使うといいと思います。プラチナでもできるけど、プラチナで2個多く、違うな、プラチナを使うよりも奇跡を使えば2個多く取れるのであれば、それでもうすでにペイできちゃうんで、わざわざ集中力の少ない針を使う必要はないです。いい針を使って取りましょう、1個でも多くね。はい、というわけで縫い方でした。
はい、いかがでしたでしょうか。まあそんな難しいものではないよね。うん、それはそう。でね、このトライバルヘッドのまあ一つお話として、ここからすごい大事な話をするんだけど、この原価って3万5000ゴールドじゃないですか。で、売価っていうのが見るとね、だいたい12、3万ぐらいですね。12万5000とか13万とか、まあいろいろそこは変動していくと思うんですけど、まあかなり安いですよ。で、今最新防具って天の冒険者の衣、バトケアのやつね、だと思うんですけど、なんと頭装備がないんですよね。頭装備がないんですよ。じゃあ皆さん何を使うのかって言ったら、まあ聖域の遠いの頭、聖域の額当てかな、をまあ使ってらっしゃるのかなと思うんですけど、例えばですよ、例えば耐性が欲しいってなった時に、天の冒険者の衣を着てるユーザーたちは、ああ耐性は聖域の遠いの頭で買わないきゃいけないなっていう頭に普通はなると思うんですけど、そこでこのトライバルヘッド、結晶装備の価格で縫えて耐性装備をちゃんとつけて売ってあげると、なんとめちゃめちゃ儲かります。ちょっと見てみましょうか。あんまり晒すのも良くないかなと思って、こういう動画ではあれなのかなと思うんですけど、ちょっとねあまりにもあれだったんで、このチャンスをね、最後まで動画を見てくれた皆様にお伝えしようかなと思います。はい、96の頭ですね。トライバルヘッド、まあ基本的にはこうやって結晶装備として皆さんは売ってると思うんですよ。で、これ12万で初級錬金を3つつけて、まあ、3万ゴールド浮かせたいよねっていう考えのもとにやってるものだと思うんですけど、これがもしね、耐性を 100% とかこういう風にちゃんとしてつけたものが出てきたとしたら、結構高値で売れると思うんですよ。だって、頭って、聖域の遠いの頭と何が違うかって、守備力しか違わないですよ。しかもその差がだいたい20。守備力20しか変わんないですよ。ってことは、何でもいいですよ、頭。天の冒険者の。衣の頭なので、これは本当にチャンスだと思います。耐性錬金をつけて 100% になったものを、 100% プラス 60% とかになったものを、これ120万とかで出してても絶対普通に売れます。絶対に普通に売れます。で、今バザーでやってる人がいない、これはチャンスですね。本当にチャンスだと思います。例えば OBA100、混乱100みたいなのとかできたら本当に高く売れちゃうんじゃないかなと思います。あとは HP に関してもそうですね。 HP 錬金で初手プラ3つくまで、上級錬金で回しちゃって、でプラ3ついたものをそのまま、理論値狙いとか、あとは OBA100 の HP10 とかを狙って、やってみるっていうのもありかなと思いますね。これはね、かなり原価が安くできるいい金策になる未錬金装備だと思います。はい、これ別で動画出そうかなと思ったんですけど、まあね、裁縫動画見てくれてる方、錬金動画のとして出しちゃうとね、大変なことになっちゃう可能性があるんで、裁縫勢の皆様へこちらのね情報の方をご提供させていただきました。はい、まあやるやらないはね皆さん次第だと思いますけれども、まあこういったね、思いつきで儲けていくのはね、ドラクエの金策の大事な部分になりますんで、よかったらね参考にしてみてください。はい、というわけで本日の動画は、こんな感じで、今回の動画ね良かったよって方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。